久保さん、みんな億万長者にしましょうか、まああの。手取り20万だとするじゃないですか。手取り20万でも50年働くと1億なんですよ。どうですか手取り20万でも50年、まあね、200万ぐらい、年間200万ぐらいじゃないですか。200万る5 0年。1億ですよね。だから結局みんな1億ぐらいは稼ぐんですよてか。逆に言うと稼がないといけないっていう。億は稼がないといけない。だからそれを。 ロングで稼ぐのか、それとも短く稼ぐのかっていう、ただそれだけですよね。みんな僕は稼がないといけないんですよ。いけないというか、まあもちろんですよ。じゃあ10万円で一生暮らしていく、いける、例えばね、結構 YouTube でちょっとバズってたやつあるんですけど、あのもう山奥でね、全部自給自足で暮らしてる、まあ灯に、そう、東大に入ったけども山で暮らしてる人なんかいるんですよ。全部自給みたいな。 もうなんかすごいなんか文明と全く違うみたいな、なんかすげえ生活してる人いたりとかするんですよね。なまあ、そういう生活を送るんだったら別にね、多くなくてもいいとは思うんですけど、まあ、普通に水道、ガス、電気もある、えー、服、ユニクロでもいいけど、服買うとかね、なんすか、まあ、車ちょっと軽でもいいから買うとかねなんか、なんかそれぐらいのレベルを維持するんだったら20は必要じゃないですか、まあ、携帯持つとかね。うん だからまあ、それどうしたいかですよね。うーん。だから僕ももう、なんですかね、アッパーを決めちゃったんですよね。だから年間僕はもう、今アッパーが1000から2000なんですよ。まあ、とにかく1000から2000は、この間は稼ごうっていう。だけど、3000とか4000とか5000はいらないんですいらないと言ったら語弊があり,ありますよ。 なまあ、あればいいですけど、別にその目指さなくていいって話ですね。目指そうとすると、ちょっと大きい負,担を負荷をかけないといけないですよ。例えばコンテンツ販売だったら、ちょっと大きいプロモーションをやるとか、結構おあのなんだ、何人にも売らないといけないみたいなのあるわけですよ。売り上げ規模、売り上げを大きく上げるんだったらね。でそうすると結局、多くの人に売ってしまうと、サポートしていかないといけないので、その時間にとらわれて、自分の時間なくなっていく部分あるじゃないですか。で特に年取って思うことが もう残りの時間どんどんなくなるわけですよ。だからど、残りのどん時間なくなるのに、そのなんすかね、その何千人とかね、対応してたらもう日終わっちゃ、毎日1日終わっちゃいますからね。ら久保さんと僕が、こじんまりこう、ね、一人一人に時間かけられてこう、一人一人に時間かけても自由にやっている、なおかつ暇があるから、この億万長者合宿もできるわけですよ。暇じゃなかったら、これやんないですよ。暇があるからこれできるんですよ、そもそも論として。 こ会社勤めしていて、8時間、9時間働いて、サービス残業も入れて、13時間、14時間働いてて、このやり取りできるかっていうと、できないですよ。こパン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 ね。そもそも会社で働いてるやんって話で。だから、暇だからできるし、だから暇にならないとでき、できないことが多いんですよ。うん。だから、まあ、そこはまあ、自分でか考えた方がいいですよね。 うん、そのアッパー、最低限、自分のライフ、ライフはどれぐらいあるとまあいいのかっていうのは考えて、じゃあ、その目標値を達成するためには、何をしなければ、最低限何をしなければいけないのか、うん、だか僕は結構、目標設定は今、最高じゃなくて、最低これぐらい絶対稼ぐですからね、で最低絶対これぐらい稼ぐから、絶対なんで、絶対やるんですよ。 でも最,最高目標とかは、いけたらいいなみたいになっちゃう部分があるので、でも僕の場合は絶対なんで、絶対稼ぎに行くんで、絶対なんかやるんですよ、そこの部分は。で、それだけでいいっていう、ね、<laughs> う。ん。なんか、上を見ることも悪いことではないし、下を見ることも悪いことじゃないんですけど、大,大事なことは、中心を描けるかっていう、これいいんじゃないですか。中心を描けるかっていう、言ってらっしゃい。